トーマスとパーシーがいるぞ。よーし、今日は隣の町まで、この砂と木材を入った貨車を運ぶぞ。行ってきまーす。あ、パーシー、トンネルがあるぞ。いやっほー。わー、トーマス、早いよ。ちょっと待ってー。よーし、無事にトンネルを越えたぞ。ん？今度はなんだ？今度はブロックの上に線路が走ってるぞ。落ちないように気をつけろ。よいしょ、よいしょ。ああ、あれで止まっちゃったぞ。トーマス、頑張れ。よし、出発進行だ。いやっほー。トーマスもパーシーもとっても力持ちだ。上り坂を登ったら今度は下りになってるぞ。下りではスピードが出すぎるから気をつけろ。あれれ、トーマス、ちょっと待って。うわー、行き止まりだー。いてててててて。てよし、ここでトーマスとパーシーの方向を切り替えるぞ。転車台に到着だ。それじゃあまずはトーマスから、くる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 転車台を回していくぞ。あんまり回すと目も回っちゃいそうだよ。よし、行ってきます。お次はパーシーだな。よろしく。パーシーもくる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 回していくぞ。くる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 。いやー、なんだか僕の目が回ってきたよ。いやー、よーし、パーシーも行ってらっしゃい。よしよし、パーシーとトーマスも行ったし、少し休憩するか。あれれ、ヒロが転車台の方に向かってきたぞ。大丈夫なのか。ふんふーん、俺様はゴードンだ。ゴードンも転車台の方に向かってきたぞ。おー、大変だ、ヒロが事故を起こしてしまったぞ。わわわ、ヒロ、こんなところへどうしたんだ。ゴードンもやってきたぞ。うわー、ゴードンもすごいスピードだ。いてててててて、て一体どうしたんだ。転車台がずれていたぞ。なんてこった。ヒロ、ゴードン、ごめんよ。いやっほー、とっても長いトンネルだ。あれね、今度はなんだ。ひゃー、とっても急な下り坂があるぞ。ひぇー、トーマス、大丈夫か。とほほー。うわー、パーシーも止まれるわけがないぞ。うわー、いやっほー。パーシーもトーマスもなんてスピードだ。パーシー、今度は橋があるぞ。下は川になってる。よーし、トーマス、先を急ごう。それそれ。わわわ、パーシー、押さないでくれ。僕は高いところが苦手なんだ。なんだ、そうだったのか。それにこの橋グラグラしてとっても怖いぞ。ひゃー、気をつけないと。トーマスもパーシーも慎重に渡っていくよ。よいしょ、よいしょ。ハクション。ごめん、トーマス。なんだか鼻が痒くてさ。ひぃ、パーシー、お願いだから許さないでくれ。ごめん、ごめん。気をつけるよ。よーし。それじゃあ行くぞ、パーシー。ゆっくりゆっくり、慎重に行けば、橋を渡りきれるはずだ。ひぃ、よく見たら橋が外れてるじゃないか。なんて危ないんだ。急いで戻らないと。ん、トーマス、どうしたんだい。ハクション。うわあ、ひえー、なんてこった。トーマスもパーシーも水の中に落ちちゃったぞ。ひえー、冷たいよ。トーマス、僕は体が浮くから平気だよ。なんてこった。早くトーマスとパーシーを助けないと。よし、まずはパーシーからだ。大丈夫か、パーシー。うん、僕はへっちゃらだよ。よしよし、パーシーを助けたら今度はトーマスを助けるぞ。よーし、大丈夫か、トーマス。ひぃ、とっても冷たいよ。
トーマスもパーシーもびちゃびちゃだ。よいしょっと。パーシー、もう早く行こう。ひえ。あ、何も知らずにゴードン持ってきた。うわー、なんで橋が壊れてるんだ。ゴードン、よし、やっと隣の町までたどり着いたぞ。やあトーマスとパーシー、よく来てくれたね。あれれ、二人ともびしょ濡れじゃないか。それによく見ると貨車の中に何も入ってないじゃないか。一体荷物はどうしたんだい。まずいぞパーシー、逃げるんだ。よし逃げろー。いやっほー。なんで俺様がびちゃびちゃにならないといけないんだ。うわー、ゴードンもびちゃびちゃだ。ひえー、うわー、なんだこりゃー。ひえー、ひらー、ドル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 。ひえー、一体なんなんだこれは。うわー、なんだ一体こりゃー。俺様のハンサムの顔が。よしトーマス、今日も出発だ。いやっほー、今日もお仕事頑張るぞ。それー、もうなんだなんだ、踏切が砂だらけじゃないか。うわー、へー、なんなんだ一体。ドロ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 。お次は真っ赤な機関車ジェームスだ。うわー、僕のピカピカのボディがあっという間に砂だらけだ。ドロ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 。ひぃ、助けて。おいおい、どうしたジェームス。あ、ショベルカーとゴミ収集車が助けに来てくれたぞ。よし、ちょっと待っててね。ひゃあ、一体何なんだこれは。一体誰の仕業なんだ。ヒヒヒヒ、いたずらいたずら。いたずらってとっても楽しいな。あ、ディーゼル10だ。よし、今度はこの辺を砂まみれにしちゃえ。ヒッヒッヒッヒ。うわぁ、いたずらしてるのはディーゼル10だったのか。トンネルも砂まみれにしちゃうぞ。ヒッヒッヒ。俺様はみんなの困った顔見るのが大好きなんだ。ディーゼル10、なんていたずら好きの機関車なんだ。はっはー。うわぁ、なんだこりゃー。ひえー、ヒロー。お次は真っ赤な特殊車両プリンがやってきたぞ。オーケーオーケー。うわー、プリン、なんだこりゃー。ドロ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 。パーシー、俺様はゴードンだ。パーシーもゴードンもドロ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 。一体何なんだこれは。まったく、ディーゼル10のいたずらでみんな事故を起こしてしまったぞ。うわー、なんてこった。早く助けを呼んでおくれ。まったく、ディーゼル10はどこに行ったんだ。ヒヒヒ、いたずら最高。イヤッホー、ディーゼル10め、すっかり調子に乗ってるぞ。よし、僕たち働く車でディーゼル10を懲らしめてやるぞ。オーケー、まずはこのバッタン橋にドロドロのスライムを、そして今度はこのトンネルにネバネバのスライムを置いとくぞ。黄色のショベルカーくんはとっても力持ちだからレールを一つ取っちゃうぞ。よーし、これで完璧だ。お、何にも知らないディーゼル10がやってきたぞ。うわー、なんだ一体こりゃ。へー、俺様のハンサムの顔がベタベタでとっても気持ち悪いぜ。へー、やっと綺麗になった。よし、今度はバッタン橋だ。うわー、バッタン橋にもドロドロネバネバのスライムが。やったぞ、大成功だ。うー、ゴミ収集車、お前たちの仕業か、覚えとけよ。うわー、もうダメだ。やった、ディーゼル10を懲らしめたぞ。ディーゼル10、いたずらばっかりしちゃダメじゃないか。ひえー、トーマス、もうしないから早く僕をきれいにしておくれ。みんな、今日も見てくれてありがとう。ディーゼル10、少しは反省したかな。楽しかった人はまた動画を見てね。それじゃあまたね、バイバイ。